そばっち。今週のテーマは岩手で働く魅力を発信、岩手と私ごと展。県内の行政・産業経済団体・教育機関など29団体で構成する岩手で働こう推進協議会が8月に行った岩手と私ごと展。このイベントは県内の産業や企業を知ってもらうとともに、岩手で働く魅力を感じてもらうため、岩手の仕事、岩手で働くことをテーマに開催しました。システムエンジニアとかプログラマーとか、そういう系統に就けたらいいなと思っています。コンピューター系統ですし、パソコンがあれば多分どこでもできるかもと思うので、なんなら地元でやろうかなと思いました。自分の地元で働くことで、その地元への恩返しになることだと思ってますし、それでもっと自分の地元のことについて知れたらいいなと思ってます。全国的な人手不足の中、岩手で働く人を増やしていくためには、就職しようとする人だけでなく、保護者やその周りの方々にも県内企業に対する理解を深めてもらうことが大切です。イベントでは高校生や大学生と若手社員によるワークショップのほか、県内企業のプレゼンテーションや仕事の紹介などを行い、たくさんの方が来場しました。自分たちの街は自分たちで守っていく、作っていく、そういった面ですごく魅力に感じています。横のつながり、友達があるので、やっぱ地元はいい場所だと思います。一方、県内で創業した企業は働く場所についてどのように考えているのでしょうか。極端なことを言うと、マイクロソフトなんかもですね、山の中にこう研究施設とかがあったりしますので、そういうのは今はもう必ずしも大都会でなければいけないということはないんじゃないかなとは思います。岩手で働く魅力を多くの人にもっと知ってもらうことで、高校生や大学生などの県内就職や県外からの UI ターンの拡大が期待されます。これからもオール岩手で、岩手で働く魅力の発信に取り組んでいきます。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。